はい、皆さんこんにちは。アメリカ心臓外科医の北原です。あらゆる質問に毎日答えるコーナーをしています。本日の質問です。最近の動画のサムネや編集など凝って作られてますが、参考にしているものはありますか？おすすめの医療系 YouTuber もあれば教えてほしいです。最近の動画のサムネ、まあ、ある時からですね、サムネ最初はですね、ずっと、心臓外科医の質問箱っていう文字だけ書いて、文章書いてってやってたんですけれども、まあ、サムネイルが YouTube の中で大事だっていう話を聞いて、まあ、ちょっと別個に作るようにしました。で、別に、何を参考にしてっていうのはないんですけれども、まあ、そのテーマに沿ったものとかっていうのを、まあ、イメージして作るように、まあ、パワーポイントみたいなのを簡単に作ってるだけなんですけれども、まあ、あれも、要はサムネも含めてですね、一つの作品みたいなところがあるんで、あれ結構実はもう今180、これ5個目の質問箱になるんですけども、185個ですね、まあ、サムネイルを作るってなるんでね、かなり結構苦痛だったりするんですよね。毎回その、まあ、すごいなんか変わったものを作ろうとかって思いはないんですけれども、まあ、それなりに何かしらの思い入れがあって作ってるサムネイルがあったりとかすると、まあ、いいものもあれば悪いものもあったりするんですけど、これいいのできたなとか、これ悪かったなみたいな感じで、まあ、その、まあ練習じゃないけど、まあ自分の中でこう、なんて言うんだろう。まあ、その、ある種クリエイティブじゃないけど、その表現する、まあ一つの場みたいな形で、文字だけ書いておく、ただなんとなくやるっていうよりは、まあ、考えて作るっていうことで、なんかその、自分の中でのなんかその表現したいものみたいなものを、まあこう、形に表す、その、なんて言うんだろう。そのプロセスっていうか、その部分をまあこう培ってるというか、練習してるような感じがあって、まあこれは一つの修行なのかなっていうふうに思ってますね。編集は、やっぱり、まあこの、質問箱のやつはもう編集するのめんどくさいんで、できるだけ編集がないような形の、まあ話をしてるんですけれども、どうしても対談したりとか、インタビューとかするとですね、まあ時間が間が空いちゃったりとか、間延びしちゃったりとかすると、まあ YouTube としてあんま良くないっていう話、それでも、それでなくても長いのに、まあなんで、できるだけ編集してそういうところを短くして、まあ見やすいようにしようかなっていうふうに思ってるし、できればもっとちゃんとね、動画っぽい、まあそれも一つの表現の一つなんですけれども、それっぽい動画を作るのに、まあ例えばワクチンを打った動画撮りましたけど、あれはちょっと編集したりしたんですよね。ああいう動画編集の技術で、まあ見せるような表現を持った動画も作っていけたらいいなというふうに思っていますね。おすすめの医療系 YouTube って僕自体はね、実はあんまり YouTube 見ないんですけれども、おすすめを言うとしたらですね、まず僕が働いているこのメドスターワシントンホスピタルセンターで一緒にというか同じ病院で働いている内科の安川先生っていう、まあ感染症の専門医を取って、その後今ここでホスピタリストとして働いている先生がいるんですけれども、実は僕の慶応大学の1校上の先輩でラグビー部だったんですけど、僕はアメフト部だったんですけれども、っていうまあ同じ大学出身の人がたまたまワシントン DC のこんな日本人がいないところの病院で働いてるっていう奇跡があるんですけども、安川先生がやってるチャンネルがあるんですね。それは結構もう医療系を一般の人に分かるように説明してる。まあコロナウイルスのことだったりとか、まあそれ以外の面白い医療の話とかっていうのを結構してて、すごく真面目な、でも少し面白い部分もあったりするようなチャンネルなんですよね。で、一般の人はそれを見たらすごくためになると思うし、勉強になるかなと思いますし、安川先生はもう感染症の専門医もアメリカで取られた先生なんで、かなり専門的な知識を持った上で、さらに論文とかそういうのを調べて、まあ正確なデータっていうのを出しているっていうのがあるので、まあ非常におすすめなんじゃないかなと思いますね。実は僕の方が最初に YouTube 始めてて、安川先生はちょっと後に始めたんですね。最近だと思うんですけど、で僕今2000人ぐらいの登録者数で徐々にじわじわじわと上がってて、で安川先生はその始めた時はもちろん100とか200とか300ぐらいだったんですけれどもね、ある日を境にボンと一気に抜かれて今3000ぐらいになってるんですよね。で何が起きたんだろうなと思ったらですね、皮膚科のトモリ新田先生っていう、まあ、綺麗な女医さん、女性医師の方がいて、その人が YouTube チャンネルやってるんですよね。まあ、それはもう登録者が何万人みたいな、10万人とか、それぐらいの多い、登録者のやつがあって、まあ、それがですね、YouTube、こんな感じでおすすめ医療系 YouTube ありますかみたいなので、3つ挙げたうちの1つが安川先生の、チャンネルだったんですよ。ああ、すごいよく見てるとこ見てるなと思ったんですけども、で、そのチャンネル紹介されてからですね、ボンともう、登録者数が上がって、一気に抜かれてました。
たね。だから僕もチャンネルもいつの日か誰かが取り上げてくれたらまあ嬉しいなと思いながら、まあぼちぼちと続けていくしかないなというふうに思っています。あとは医療系っていうか、まあその心臓外科の関連で言うと、ユタポン TV っていうなんかその、心臓手術の解説をしてる動画、すごく声がね綺麗で丁寧に解説してくれて、手術もうまくって、心臓外科医ならず他の人も見てて、こんな手術、こういうふうに手術ってやってるんだっていうふうにすごく勉強になるし、面白い動画がありますね。それも登録者数3000何百人ぐらいで、まあ全然僕の上を行ってる感じで、まあちょっと早くそこに追いつきたいなと思ってるんですけども、あとはですね、チーム和田の中でも手術動画を専門に、まあ手術動画以外もいろいろやってるんですけども、月岡先生がやってるチーム和田手術動画チャンネルみたいなのがあって、で、まあ、今挙げたその安川先生のチャンネル、ユタポン TV、月岡先生のチャンネル、全部この説明欄のところに載っけとくんで、興味あったらそこを見てもらったらいいと思うんですけれども、まあ、手術の動画とか、あるいは、インタビューする動画、それはまあ、僕は基本的にアメリカとかヨーロッパとかの先生とか看護師さんとかの話を聞く機会が多いんですけれども、月岡先生はもともと、まあ、イギリスに行ってたこともあって、でその後ですね、オーストラリアとニュージーランドに行ってですね、だからオセアニア地方は結構強くって、あとは今日本で働いてるんで、オセアニアで働いてる人とか、あとは日本で働いてる人の、まあ、インタビューを聞いて、まあ、日本の心臓外科がどうなってんのかとか、あるいは、ニューヨーク、ニュージーランドとかオーストラリアで働いてる人はどんな風に働いてんのかとかって、そういう情報を発信していく感じのチャンネルになっていくと思うんで、まあ、そういう留学、オセアニア方面の留学に興味ある人っていうのは、そういうのが面白いのかなというふうに思いますね。個人的には僕が好きなチャンネルは太田上田っていう爆笑問題の太田とクリームシチューの上田が出てる、2人出てる、こう、まあ東海テレビかなんかのチャンネルがあるんですね。まあテレビでやってて、それを、まあ、YouTube にも5分でやってる番組があるんですけども、それはね面白い。僕は実はね爆笑問題の太田が大好きなんですけども、まあそれの爆笑問題の太田のいいところがすごくよく出てる番組で、もうまあ、YouTube がこうアップされるたびに、それだけは僕は見てますね。他の YouTube ってあんまり見ないんですけど、それだけはすごく見ているかなと思いますね。はい。あともう一個だけ追加で言うと、循環器内科の先生が作ってる、ジャーナルクラブオンラインっていう、これも下に載っけておきますけれども、これもね、すごく、ためになるっていうか、ちょっと、すごい情報量というか、すごい企画だなと思うんですけれども、ジャーナルクラブっていうのは、いわゆる論文を一つ、こう上げて、それをまあみんなでこう、まあ、読んで、でそれについてまあこう話し合うみたいなやつが、だいたい週に1回とか、まあ、大学とかでやったりするあるんですけども、それをもうズームでゲストを1人呼んで、それにまあ他に 3,4 人ぐらい、それを囲むディスカッサントみたいなのを加えて5人ぐらいでですね、ズームで一つの循環器系の論文に関してをいろいろと討論し合うっていう話なんですけども、すごくですね、その実際にその例えばジャックとかそういうまあ有名詩の論文を書いた人がそこに出てきて、その説明をして、それについて質問したりとか、そのディスカッションをするっていうので、それだけ見るだけでですね、単純に1人で論文を見てるよりも、その 2,30 分ぐらいの動画を見るだけでかなり勉強になるんじゃないかな。だからジャーナルクラブオンラインに乗っかってる YouTube 動画を全部見てったらですね、かなりそこら辺の領域の循環器系のですね勉強になるんじゃないかなというふうに思うので、心臓外科ならずですね、まあ心臓外科はちょっとそこら辺の勉強ちょっとあれかもしれないですけども、循環器内科とか内科の先生とかそれ見たらですね、おすごいなっていうふうに、まあインスパイアされるんじゃないかなと思うんで、まあそういう人はぜひ興味ある人はチェックしてみてください。以上ですね、安川先生の内科のチャンネル、ユタポン TV 心臓外科の手術、月岡先生のオセアニアの留学とかを扱うチャンネル、上田太田かな、ちょっと名前忘れちゃいましたけど、チャンネル、あとは今最後に言った、忘れちゃいましたけど、最後のなんだっけ、忘れちゃいました。下にあるんで、もうちょっと忘れっぽくなっちゃってますね。下にあるんでそれ見てください。ということで以上です。はい、失礼します。バイバイ、さよなら。